さらには酒井隆太郎がいてというところで、
動きが分かりません。立ち上がってきて、金子純也とそして酒井隆太郎さんと校内飛び込んでまいりました。ラインが違うなと思って見ていましたら、酒井隆太郎ここでの5コーナーでのオーバーテイクをフロンテという形だったかもしれませんが、それを戻していくのが金子純也8コーナー、そして最終コーナーではイン側は金子純也で、そのアウト側からは酒井隆太郎なんですが、クロスラインでこの2人ホームストレートでは横並び状態で、抜け切った酒井隆太郎が前、その後ろに金子純也という形になっています。同年代のこの2人はもう彼との時から同様に戦いを見せています。西で活躍をする金子と、そして東で活躍する酒井隆太郎といった形で男女争いも展開していったドライバーたちですよね。さあそして酒井隆太郎の後ろから、やはりここは変わらずにいますけれども、5コーナーノーズをちょっと入れかけていきますが、金子陣がここまでは入りきれません。その後ろのクイーンティーもさらにはもう1台もついているという形になり、これが横塚なんですけれども、残り周回が少なくなって、彼がファイナルラップへと入ってまいります。そしてモータースポーツの社会上、今シーズンも満点の状態で日常部を迎えるかというところまで、残りは1周ファイナルラップへと入ってまいりました。社会上先頭、2番手の塩田総志郎、塩田も後ろ、今シーズンのこの土曜日、このフェスティバルは崩れることなく、こうして周回を重ねています。最後の1周に入ってきています。ファイナルラップです。トップ2の方は変わらなそうです。中盤あたりのこの佐々木を先頭にしたこのバトルがかわいそうなんですが、中井雄太郎が前の佐々木を捉えていきました。5コーナー飛び込んできて、佐々木中馬はクロスは取らずに次は8コーナーと最終狙いでいきますが、8コーナーで動いてきた佐々木中馬飛び込んでまいりまして、佐々木が前、その後ろに酒井という形になる。そしてトップセッカーは酒井陽、2番手塩田総志郎、3番手には市宮翔太郎、こちら3番手、そして4番手争いは最終的に佐々木中馬、その後ろに酒井龍太郎と金子純也、そしてクイーンティン、